皆さん、はじめまして。ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです、えー。ラーメン大好きガーソーさんという名前のブログを運営しておりまして、福岡市及び近郊の、えー、主に、えー、ラーメン店のレビューを書いています。あと、ファンファン福岡という西日本新聞社さん夫妻のサイトでも公式ライターとして参加しています。私は、あのー、本業不動産屋でございまして、 えと店舗仲介や売買仲介を主に行っているんですが特に飲食店の仲介は20年以上やってまいるものであの飲食店を開業される方向けにレクチャーしたり、えー、とまたそういった方向けのセミナーなんかを開催したりもしていますなのであのかなりマニアックな話も、えー、できるんですけれども まあ、公表してはいけない話の方が多いということもあって、あの、ブログとか、あの、そういったサイトでは、あの、そういったことは、あの、公表はしてないんですね。えー、今回、あの、編集技術を持ち合わせてないんですけれども、あの、そういった、でも、もう少し踏み込んだ話もできる場所があればな、ということで、えー、かねてから YouTube チャンネルの解説を考えておりまして、えー、そんな時に、あの、友人で、あの、勝村さんっていう方がですね、 あの勝村チャンネルという YouTube 番組をされててそちらの方であのラーメン大好きガーソウさんとして、えー、2回ほどあのちょっとコラボをさせていただいてですね今後もそういったコラボをしていきましょうねなんて話をいただいてるもんですからあのそろそろ自分もちょっと YouTube チャンネルをいよいよ始めようかなということでラーメン大好きガーソウさんというブログと同じ名前で YouTube チャンネルを開設することとなりました えー、福岡在住のおっさんが、えー、ラーメンの写真や動画に対して実況するという、えー、誰得なのかわからない番組ではございますが、福岡及び近郊と、えー、及びそのラーメン業界の発展の一助になれればと思っておりまして、えー、その思いでこれから頑張っていこうと思いますので、えー、皆様よろしくお願い申し上げます。あとあの、ファンファン福岡やブログ、食べログ、あとレティ、インスタ、ツイッター、フェイスブックなどもやっておりますので、 そちらの方も合わせてよろしくお願い申し上げます。